That's a Yamato Nadeshiko Senden! Minasan, konnichiwa! Tamura desu! Bikkuri shita! Konnichiwa, Horie and Yukari desu! Sigatai, do you have a Yamato Nadeshiko? Oh, I'm sick! I'm sick! だってね、ストップウォッチも押したいし、カフもあげたいし、お箸置く場所ないし、言われてた。びっくりした。どうかしら。はい、クイズの、もういきなりかよ。はい、先週食べていたものは、牛丼。はい、正解者はいっぱいいますよ。あ、私も知ってる。いただきます。はい、一番下にしよう。これ、はい、そうね、左の方は、宗像市、宗像市の福岡県、あ、お、薩摩隼人くん、おー、おめでとうございます。こっちは、和歌山県のペンネーム、さん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 。はい、おめでとうございます。はい、これね、はい、はい、今週はね、何を食べているんでしょうね。ねえ、お箸とか、あ、お箸ある、あるある。っていうか、もうめっちゃ固まってて、もうね、汁吸ってるもん、すごい勢いで。あ、今週ね、食べてるもの違う。そう、二人違うの、両方当ててくれた人が正解。そう、難しいぞ、正解するには。っていうかさ、こんなもんなの、これは。なんかさ、カレーライスみたいになってない？麺なのに。麺なのにね。うん。こんな混ぜて食べるものじゃないよね、きっと。ね、一口食べてもいい？いいよ。持ってけ。え、これもちろん食べる？うん。はい。今、マイクにゴフって言った。ちょ、待って、なんかす、うん。ケチャップが。うん。ケチャップ気をつけてね。はい。うわ、すごい、なにこれ。ケチャップ少ない。いや、からし怖いよ、これ。からしつけないから、どうにかして。ねえ、からし怖い。またマイクに。味薄いね。ゆかりが作るのより味が薄い。うん。うん。なんかさ、うん。うん。どうよ。一口目は美味しいんだよね。そうなの？うん。これまあ普通。なんかさ、チャーハンっぽい味がする。チャーハンっぽいね、中のご飯。そうそう。だってなんか難しい、難しくしたら難しいですって。なんかメール来るし、簡単にしたら簡単すぎます。答え言ってましたよね。メール来るしさ、どうしたらいいかわからないんだもん。うん。まあ二つ当てなきゃいけないからさ、今回は。ヒントも多めに。おいしい？うん。もう次からやばいかも。そう、なんでゆかり作ってあげるよ、お家で。ゆかりなんかね、味は、うん、これ生姜の味がするのね。なんか、ゆかり、うちのは生姜入れないし。ほんと？あとね、なんかね、具がね、違う、全然上に乗ってる。あー。うち、もね、この基本のタレがなんかね、ダメなんだ。多分ね。あと麺の硬さ？あー、そう。なんか糸こんにゃくとか乗ってるもん、びっくり。初めて見た。あ、ほんとだ！なんでこんな被るものを乗っけてるの？ねえ！キャラクター被るじゃん。ほんとだよ。なんか、マイクめっちゃ、これなんで？イクワさん喋りたいんだと思った。あ、イクノメさん。喋りたいんだと思ってたのに。ん？え、これ何？あー。こうなってんじゃんの。え、これ具違うよね、乗ってるもん。そう、うちのと違うの。違うよね。って。ごめんごめん。違うよね、うん。え、今度じゃあゆかり作、でも作っても食べてくれなかったらちょっとショック。あ、うち来た時作る。あ、でも、お母さんいるのに、母のすごいなんか、そしてがましくない？なんだな、あの子はって言われちゃうじゃんね。大丈夫、うち誰も台所使わない。あ、嘘。あ、そうだ、あのね、うん、先に言った方、まあいいや。お土産をね、もらったんでしょ、名古屋の。ほんとだー。こんな開け方。なんかすごいね。ゆかりせんべい。ゆかりせん、あー、これ美味しいよね。美味しい。これめちゃうま。これ欲しい。ゆかりせんべいをもらった。クリボーくんに。イベントの時にもらった。食べよう、後で。おー、ありがとうございます。てか、私食べていいのかな？いいよ。食べよう。さあ、この番組は、ヤマトナデシコに関するいろんなものを作っていこうという番組らしいです。ほい。それでは行きましょう、今週も。リビングルーム！
ークのコーナーでーしゅー。です。開けよう。これ楽しみだったの、ね。あのね、コンビニでね、うん、今日ね、あのね、駅に着いて、うん、プチメールを送って、うん、何が言いたいんだっけ。プチメールを送って、で、コンビニで待ち合わせした。そう、コンビニで待ち合わせしてね。うん、あ、待って、これ開けるとこぼれちゃう。嘘。乾杯。聞こえたかな。歌うん、コーヒーニューニュー。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 生 70%。うん。あ、結構コーヒーの味する。あ、ほんとだ。これゆかり、うん、やばいかも。やっぱり、コーヒー飲めないもんだって。ほんと？うん。あ、美味しいけど、合う？これと、これ。苦いね、コーヒー。よいしょ。これは蓋閉まるからいいね。ほんとだね。うん。瓶なんだけど。そうそう。これ別に、このコーヒー牛乳はクイズじゃないから、もう嫌らしい。あ、これも言ってるしね。そうそうそう、うん。美味しかった。美味し、うん、微妙。飲んでみる？大丈夫？あ、そう、みたらし団子食べたんだ、さっき。そうそうそう。なんかさ、どっかになんか食べ物いっぱいじゃない？いっぱいある。なんかお腹いっぱいになってきた。でさ、うん。てか、みたらし団子私クイズにするんだと思ってた。ああね、うん、そしたらなくなったね。うん。始まる前になくなっちゃった。そうね。うん。そう、ゆかりも思った。うん。ね、どれから読むんだったかな、楽器。ね。あったー、これだ。そう、さっきも言ったけど、キャンペーンをさ、回ってたじゃん。うん。それのね、これはどこのか、大阪の感想が来てまーす。大阪と福岡行きましたね。うん。ね、ハンドルネーム、うん、大正ロマンくん。ほうほう。大阪府にお住まいの人。山名子のお二人こんにちは、大正ロマンです、うん、大阪でのイベント行ってきました、うん、蜂蜜が出るくらいたくさんの人が来ていてびっくりしました。動いているお二人を見るのは初めてだったのでとても緊張しました。生で見る二人は雑誌のグラビアで見るより何倍も可愛かったです。思ったより華奢でやっぱり女の子なんだなぁと感心、実感してしまいました、うん、あまりの可愛さに最後の握手会の時にはもう舞い上がってしまい何も声がかけられませんでした。これが心残りです。次の機会があればぜひリベンジを。おー、トークも息が合っているのか合っていないのか微妙な感じのトークでしたね。まさにラジオで聞いている通りで嬉しかったです。そうそう、あの衣装はコードネーム夏のお嬢さんですか。質問コーナーで聞こうと思ったけど聞けませんでした。あとキングレコードの徳原さんと山名子のトリオ漫才がとても面白かったです。ぜひ今度はこれをメインに全国巡業をっていう感じのことが。徳原さん喋るの上手かったね。上手かったね、徳原さんね。うん、うん、大阪はそうだね。夏さんだったね。夏さん。うん、夏のお嬢さん、夏さん。夏さん。そうそう、札幌と同じ。そう。だね。札幌そうだね。うん、うん、そうそう。夏さんでも大変だったね、結構ね。夏さんね、夏さんね、あれやっぱね、やばかったみたい。あ、ほんとに？言ってた？うん。見えてたって。うん。なんか夏さんって胸元がちょっとセクシーな。セクシーっていうか、お辞儀をするじゃん、なんか。ありがとうございます。うん、あーとか。やばいやばい。やばいやばいっていうなんか感じだったみたいで。うん、なんかスタッフの人から洋服を何度も引っ張られた。そう、後ろからね。直してくれ。でもさ、どうしようもないじゃん。どうしようもないね。うん。うん。と思って。そうそう、みんななんか、目線を外す？そう、なんかね、あらぬ方向を見てて、うん、なんか見ちゃいけない、見ちゃいけないみたいな。そうそうそう、見ないようにしてくれてたみたい。みんななんか、いい人たちだ。いい人たちだね。ねえ、うん、だってさ、新商よ、自分だったら。そうだよね。見る？見る。でしょ？みんな紳士だよ、みんなジェントルマンだよ。ジェントルマンだね。みんなだって違う方向見てたもん。そう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 。なんでね、こう、あ、目外されたんだろうなって思ったら。で、後で聞いたら、うん、どうやらお辞儀をした時に胸元が見えるから、うん、そう、外してくれてたん。みんな、ありがとう。ありがたいね。いい人たちだね、ジェントルマンだ。楽しかったね、大阪ね。楽しかった、楽しかった。うん、ちょっとでもほら、時間がさ、押し押しだったから、あ、そうなんだ。あんまし、握手とかね、長く喋れなかった。うん、流されちゃったけど。でもあれ、なんか、あの、あれをやって、うん、新幹線乗り場に着いたのが、そうそう、もうね、8、5分前ぐらいで、うん、あれなかったら、乗り遅れてたよね。乗り遅れてた。危なかったんだよね。走ったもんね、うん。なんかガーって荷物押しながら。そう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 。だ今度は、だからなんか、もうちょっと時間に余裕が。でもね、なんであのスケジュールがタイトだったんだか。あんななんで、つめつめだったんだろう。時間に余裕を持って、うん、なんか、もっと、
そうだね、なんかさ、お話とかしたよね。やっぱさ、お手紙とかくれたりとか、メールくれた人たちって、うん、名前言ってくれたら、うん、あの人だってわかるから、そうするともっと楽しくなるよね。ね、うん、だから、今度は、また行きたいね。行きたい行きたい。なんか、あなただったのっていうのが新鮮。うん、そうそう。うん、行きたいです。はい。はい。どうすればいいんだろう、この読み終わったの。次。いいよ、読んで。いや、またゆかり読むの？そう、だからね。あ、そっか、こっちがネタ振りになってんのか。行ったじゃん。うん。福岡。行ったね、福岡。福岡行ったよ。うん。なんか約束をしたよね、報告するって。横浜市にお住まいのカシンさん。うん。ゆかり様、ゆい様、こんばん、にちは。にちは。ね。大阪、福岡のイベントも参加させていただきました。すごく楽しかったです。うん。ゆいさん、はい、プロポーズっていうか、ゆかりさんのご両親の許可獲得おめでとうございます。お幸せに。ゆい様、ゆかり様へのプロポーズはお済みなんですよね。万一済んでなかったら、この機に番組でプロポーズしてはいかがでしょう。もう済んだ済んだ。済んだかな。済んだっていうか、あのね、うん、いいなよ、いいなよってゆかりがずっとやっと言われてた。いいなよ、田村家のリビングでって言ってて、うん、みんな正座をして、そうそう、5分ぐらい。え、でも、だって、ずっと私がいきなり、田村さんの、あ、ゆかりの両親に、あ、田村家だからね。ゆかりの両親に、そんなプロポーズなんかしたら変でしょ。なんで？何が変なの？普通のうちではおかしいってそれ。嘘。やらないやらない。なんで？付き合ってるのに？付き合ってるけどね。これは、おかしいから。なんで？何が？違う。だって普通そんなうちの中でコントしないでしょ？コントじゃないじゃん。コントだったの？ないでしょ。私のこと遊びだったの？そうじゃないけど、そうじゃないけど、しないんだけどね。田村家ではそれが普通なの。ずーっと言わないの。言えないよ、うん、言えないよ。あ、なんか。言えないよ。私変なキャラになると思って。お世話になるのに。なんか、そうだからずーっと言えなかったら、うちの母が、うん、ゆかりをよろしくね、もらってやってねって逆に言われてんの。そうそう。なんかお見通しだっていう。先に、おばあ様に。そう、いや、おばあちゃんが、もうタイミング悪くって、で、もじもじしてたら、なんでなんか、プロポーズでもすることはね、やるんだよって言われちゃって、それが、それがあったから、ますます言えなくて、私。そしたらもう、お母様が、痺れを切らして。そうそう。うん。まあでも、これで田村家の一員。ねえ、もうそれからずっとうちのお父さんお母さんのこと、お父さんお母さん。まだ君のお父さんじゃないんだな。それはあれさ。わかったけどね。すごい、でも面白かった、田村ゆかりのうち。田村ゆかりフルネームだ、フルネームだ。田村ゆかりだから、正し合ってるわけ。確かに合ってるけど、本名も田村ゆかりだけどさ。フルネームだ。面白かった。お母さんそっくり。何が？ね、話してることが。うん、なんかネタ満載。ネタ満載、うん、面白いこと大好き以下だった。なんか面白いことないの、面白いことっていう。そんな感じだったかな。強烈にこう、なんかいろんなことを探してたよ、なんか。そう。うん。日常の面白ネタを。褒め言葉？褒め言葉だよ。でももう、一員だからね。そうそうそう。あ、でもあれからお父様とお母様なんか言ってた。うん、別に大丈夫だと思う。大丈夫、うん、あ、北海道のお土産を送ろうと思うんだけれども。あ、ゆかりも思ってんだ。いや、うちの子だよ。じゃあ別に勝手に送れよっていう。そうそう、一緒に送っちゃダメかな。ああ、何、私たち何なの？ゆかりは、ゆいのところに席に入るのかな、うん、え？堀江ゆかりになるのかな、ゆかりは。私、田村ゆいになるのかな。間違い、間違い。それになっちゃダメだよ。そうだよね。難しいよ。どうなのかな。ほんとだ。どっちに嫁ぐのかな。どっちがいい？苗字。苗字違うのにしようよ、なんか新しい。どっちにも入らないの。堀村とかは？いまいちだね。たえ。たえ？村へ。村堀。堀った。堀った！いや、堀ったなら私、堀の方がいいと思う。あ、ホッタさんごめん。全国のホッタさん。ほんとだよごめんごめん。慣れ親しんでるからね。かわいそう。
全国の堀田さん傷ついたよ。堀田さんと結婚したらどうしよう、でも。なんか、あんま変わってないから嫌だよね、逆に。まあいや、堀田さんは後で言おう。うん。うん、じゃあ、どうしよう。うん。まあじゃあ、結局、読む？そっち。うん、読んでみようかな。うんとですね。さて、福岡では、ごめんなさい、ペンネームクリボーさんからです。さて、福岡では、ユカリンの実家によるということで、お父様から結婚の承諾をもらいましたか、ほっちゃん。もしもらえなくても大丈夫。駆け落ちっていう手があります。駆け落ちして許して、駆け落ちして貧しくても二人で幸せに暮らしていると分かれば、お父様もきっと許してくれることでしょう。っていうのをもらった。うん。うん。そうだからね、うん、許されなくても駆け落ちすればよかった。許したかな、うちの親。あのね、お父様はね、ニコニコしてらした。お母様もね、ニコニコしてらしたんだけど、うん、多少なんか、お母さーん。悪口はいいよ。いや、悪口じゃないよ。悪口じゃないよ。わかってるよ。うん。なんか、うん、ジェラシーしてます。あ、そう、あのね、だってね、もうね、ずっとね、なんか二人でいることがすごい楽しくて、ゆかりなんてわかんないけど、あのね、顔を洗うときに、ゆいが顔を洗うときに、うん、前髪が邪魔だろうなと思って、うん、こう、ピンで止めてあげようと思って、こうやってね、うん、やってあげてたの、うん。で、お母さんがじーっとそれを見てて、うん、ゆかり、ラブラブやね。じーっと見て言ってて、うん、で、その後で、お母さん自分が顔を洗いたかったらしくて、うん、お母さん顔を洗おう、うんずーっと顔、うんそしたら、ゆかりさんにもピンして、ピンしてゆかりがピンそこにあるよっていう。すごい面白おかしい。ジェラシーだったのかな、ジェラシーだった。ゆかり惚れてるっちゃねーみたいな言われて。ちょっと博多弁怪しいね。ごめんごめん。惚れてるっちゃねーって言わないけ。惚れとっちゃねー、吸いとっちゃねーとか。惚れとっちゃねーって言ってたのがね、面白かった。そうそう。うん、なんかいろいろあったね。インターネット見た。見た見た見た。でね、山手線占いをした。山手線占いやった。うん。うん。どこだっけ？私ね、上の。ゆかり、タバタ？タバタだ。そうそうそう。タバタだ。なんか若者と低かったもんね。そうそう、若者じゃないのかな。私もそうだけど、上のよりタバタ結構若者と低かった。うそん。あれでも楽しかった。うん。初めてインターネットに触れた。うそ！そうだよ。だって他やってやることないもん。うん。あれかホットチャイムかどっちか。うっそー！ほんと。ほんと。こうするんだ。うん、でもイカリも Windows ってなんか、うち Mac だから。あ、そうだよね。うん、実家が Windows だったね。もうなかなか使い方がわかんなかったね。変なことしてたもんね。なんか画面ないとか言ってたのに。言ってた言ってた。でも面白かった。難しかった。ね。うん。弟、あ、あった。弟でもさ、そう、弟がね、ゆかりの知らない間にね、なんかね、着いた日に、うん、今日なんか弟帰ってくるの遅いからってお母さんに言われて、うんうん、帰ってくるの遅いよって言われて、うんうん、なんでなんでさーって話をしてて、うん、電話したの。うん、そしたらね、うん、あのね、今何しようとって聞いたら、うん、ビリヤードって言われて、カコンカコンって音がしてて、すごいなんか、わははとか笑ってる声とかが聞こえてて、うんうんうん、もう、うちの弟ったら社交場に出かけてて、それで、なんで、盛り場？盛り場だよ、そうさ！ほいで、あのね、ずっと喋ってて、うん、うん、うん、って言うから、うんうん、ねえ、ゆうき、ゆかりのこと鬱陶しいと思ったろって聞いたら、ちょっとね。でもね、すごい仲いいの、兄弟。なんか、朝とか、うん。で、多分、弟さん、ゆきくん、寝たの遅かったから、うん、朝も早く起こされてたんだけど、こう、田村ゆかりが起こしに行った時、また田村ゆかりって言われた。また田村ゆかりって言われた。ゆかりが、起こしに行った時に、手をうーんって、起こしてっていうのをやってた。同じことしてたんだよね。同じことしてた、兄弟。ゆかりお母さんに無理やり起こされてて、て、うーんって言って、そうそう起こしてってやってたの。同じことやってた。同じことやってた？ゆいが起きない、起きない、もう。起きてたじゃん、私。
起きなかったの、ゆかり。ずっと寝てんだよ、もう。面白い。でもね、お母さんのね、起こし方面白かったね。いや、覚えてない。そう。ずっとね、とにかくね、寝かさないように話しかけるのがね、ポイントみたいでね。そうなんだ。ずっとなんか、ほら、ゆうきも帰ってるっちゃけ。また変な赤食べんなよ。うん。いや、ずーっとずーっと話しかけて話しかけて話しかけて寝かさないようにしてた。起きたでしょ、速攻。うん。お母さんが襖を閉めてポンっていなくなった隙にまたゴロンってなるのを、私が一生懸命起きた方が起きた方が。嘘だ、逆だよ。逆じゃない、逆じゃない。確かに。だって、だって眠たかったんだもん。眠たかったね。だってね、結局、1時半ぐらいに、もう寝よっかって言って、寝る準備を始めたんだけど、急に、あ、そういえばファンクラブ用の原稿チェックしてたなーって気づいて、また電気をつけて。つけて、そっからちょっとチェックして、そう。で、寝た、結局2時ぐらいかな、じゃあ。2時とか過ぎてたね。寝て、7時ぐらいに起きた？うん、だったと思う。そう。眠たかった、もう。面白かった。うん、そう。でね、ゆいね、自分家でだって布団で寝ないじゃん。うん。うん。タオルの上で、お母さんの部屋に。今ね、タオルの上じゃない。タオルも引かなくなったの？座布団。座布団は少し高級になった!4 枚こう、長くなってて。寝てる。ちょっと待って。あのさ、ゆかりにさ、来週さ、お祭りがあるから泊まりにおいでよって言ってたじゃん。言ってる。座布団の上に寝かされるのかな。うん、座布団だと思う。マジか。わかんない。それか、母が座布団に寝るかどうか。いや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 。そんなことされたらゆかり座布団で寝るよ、じゃあ。座布団で平気？寝られる？寝られようとされてるのかな、座布団で。寝る？わなわな。じゃあ平気だったら本当に座布団になるよ。座布団しかない。マジっすか、うん、そう、だからとにかくね、布団で寝ないじゃない。うん。あの、お母さん、自分の部屋散らかってて布団引けないから、うんうんうん、お母さんの部屋にタオルを持ってって、お母さんの部屋で寝たり、うん、まあ、座布団もどうせお母さんの部屋でしょ、うん、ゆかりお母さんの部屋で寝るのかな、うん、うん。みんなで一緒に。今、自分の部屋片付けてる。みんなで一緒に。お母さんがいるところでそんな。そうってね、でしょ、うん、だからね、今自分の部屋片付けてる。あ、ほんと？でもね、あの部屋で何かあったらやばいけどね。何かって？何かが起きたら危ない。なんか雪崩とかが起きるってこと？そうそう。段ボール降ってきたり。あのね、段ボールっていうかね、ぎっしり詰まった本棚が倒れるかもしれないけど、平気？平気じゃない、平気じゃない。でもね、ちょっとなら平気かも。ほんと？ゆかりね、うん、家で、襖が倒れてきて、うん、なんだろう、川の字に、いとことか泊まりに来ててね、うん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 、ちっちゃい時に、川の字で、4人寝てて、うん、で、その川の一番端っこ、襖寄りがゆかりだったのね、うんうんうん、襖倒れてきて、ゆかりにだけ襖がゴンって当たって、みんなは無事じゃん、こう、斜めになるからさ、ゆかり起きなくて、当たってない3人みんな起きてたらしいから、ゆかり多分本当に倒れてきても大丈夫だと思う。それぐらい起きないから、あ、そっかそっか、目覚め悪いから。かな、でも、さないでね。うん、あのね、2メートルぐらいあるのが3つあるのね。狭い部屋に。3つ倒れてくるなぁ。あの3つ倒れたらね、本当にちょっとやばいと思うけど。うん。大丈夫だよね。大丈夫だよね。倒れてこないよね。もう来週とかさ、うん、堀井由衣の脱山田敦子さんになってたらどうしよう。中継とか繋がれたらどうしよう、病院から。弱々しい声になって。非常に危険な状態だったらどうしよう。そう、でもこのまま行くとね、本当に座布団で二人寝ることになるけど、うん、大丈夫かな。まあいいよ、なんでも。平気？平気？いや、平気じゃないよ。じゃないよね。頑張る。じゃあちょっと考える。うん。そう、だから違うんだよ。そう、とにかく、お家でだからお布団とか何もやらないじゃん。うん。脱いだ服脱ぎっぱなしじゃん。うんうん。基本はね。でしょ？なのに、うちお母さんがいるから、うん、なんか布団を畳むふりをしてて。それでもそうだよ。なんかいつもやらないくせに布団を畳むふりをゆいがしてんのね。ほ、うん、いで、いつもやらないんだからとか話をしてて、ゆかりがちょっとお母さんの方に行ってたら、うん、で、まだ布団畳んでんのかなと思って部屋を覗いたら、うん、もう何にもしないで、一枚だけ畳んで、一番上の布団だけ畳んで、窓の外を見てた。ボケーっとしてた。見てた。違う、あのね、ほら、布団の畳み方って人の家で違うじゃん。
いや、でもさ、だからね、私、畳んでって言ってるわけじゃないんだよ、ゆかり。うんうん、違うの、あのね、ゆかりが畳んでるのを見て、うん、同じ風に畳もうって思ってたんだけど、ゆかりが畳むしゃってしたままに、行っちゃったでしょ。だって、あとで畳もうと思ったんだもん。そうそう。だからね、戻ってくるまで前のことでも見てるか、って言って見てたのね。結局さ、止まなかったね。二人ともね、うん、いつの間にか布団片付いてたね。片付いてさ、そこがちゃんとなんかリビングになってて、誰の仕業、お父様が新聞読んでた。誰の仕業なのかな。そう、お母様だよ。布団片付いてたね。びっくりした。楽しかった。楽しいね、ほんと。楽しい？田村一家。そう、うん。じゃあ、また来る？行く。何もない時に行くの。何もない時に行くの。遊びに。ああ、うん。単純に遊びに。うん、単純に遊びに行きたい。本当。うん。わかったよ。でもまあ、今後の対応は、来週ゆかりがユイの家に、どんな扱いを受けるかで。でも別に普通だよ、普通。お前、ちゃんとで寝ろとか言われるのかな。それはないよ。ちゃんとじゃあ、待って、布団がね、今ないんだよね。あるけど出せないんじゃないの、うん、あるけど出せないのもある。今ね、多分布団圧縮袋でキューってなってる。いいな、布団圧縮袋欲しいんだよね。あれ便利だよね。なんかね、破れてて、毛布をね、もういい加減しまいたくって。うん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 。なんかね、でもね、圧縮袋がないから、置きっぱなしなの、うん、部屋の片隅に。でね、段ボールの上に、寝るときは段ボールの上に行って、それが。あ、びっくりした、今段ボールの上で寝るのかな。違うよ。でね、起きてるときは、ベッドの上に置いてるの。ずっと移動してる。ベッドか。うん。そっか。ベッドって普通のベッドだよね。うん、きついかな、ベッドの人がいきなり座布団。うん、でもね、あれはパイプのベッドだから、別にそんな、うん、なんか高級な、なんか、変ななんかカーテンついてるようなベッドとかじゃないから。おはよう、小鳥さんみたいなベッドじゃないから。うんうん。全然大丈夫だよ。ほんと？早く楽しみだね。ね。うん。お祭り行きたいし。お祭りそうやるの。うん。うん。近所で。なんか、じゃあ、読んで、ハガキ。はーい。じゃあ、これ行きましょう。佐藤さんからいただきました。うん。堀江さん、あ、田村さん、堀江さん、生野部さん、立石さん。立石さん惜しい。字が違う。こんばんよ。僕はシナモンロールという食べ物らしいものの正体を知りません。この番組のリスナーは男の人が多いと思うので、きっと他にも知らない人は多いでしょう。若い女性のような日々を過ごしている山名子さん。シナモンロールはドーナツとどう違うんですか？うん。ダメよ。うん。ね。うずら納豆、サーモンが家を売ってでも食べたいくらい大好きな二人ですが、逆に食べられないものはあるんですか？若くて細いアイドルの人は好き嫌いが多いイメージなので話してください。そして罰ゲームで食べてみてください。はい！はい！何の罰ゲームなの？わかんない。罰ゲームでって何の罰なの？わかんない。本当だ。罰ゲームの話した？あ、した！何？あの罰じゃないの？これ。あの罰って？あのさ、回転寿司の罰。あー、でもどっちも罰受けないからね。そうだよね。クリアしたから。クリアしたからね、うん。あの罰ね、別にね、別にエロネタとかじゃないんだよね。大したことないネタなんだけど、うん、話してもただみんなで意味がわかんない。うちはネタだから言えなかっただけなんだけど。うん、そう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 。そうそうそう。うん。うん。嫌いなものは？玉ねぎ、ネギ。あー、そうだよね。なんか、ゆかりネギ嫌いだから、なんかね、私とかが食べて別に普通に食べてるものでもネギが入ってるとわかるの。だって嫌いだもん。嫌いな人ってわかるんだよね。すごい。あ、なになに？私これ嫌いかも。あー、何がダメなの？つゆ？つゆの味とね、うん、麺の。そう。麺がさ、なんかさ、なんていうの、ゴムっぽくない？感じが。あー、そう、うん。そうかなぁ。でもさっきの二口は美味しかった。ゆかり作ってあげるよ。うん。あのね、ラーメンの麺で作るのね、ゆかり。うん、うん。あの、長浜ラーメンの麺。で、それで、これも作れるようになってるのあるから。うん、あ、そうなの？作ってあげる今度。したらラーメン食べたい。麺一緒だよ、だから。ラーメンの方が美味しいんじゃない？そう、うん。じゃあ作ったら、ね。ごめんごめん、やっぱ食べる食べる。2個作ろうよ、じゃあ。ラーメンとこれどっちか無駄になるじゃん。いや、じゃあ半分作って。1個ずつ。半分こずっこしないじゃん、どうせ。ゆかりだってラーメン食べたくないもん。ほらほら、だから。意味ないじゃん、そうしたら。あー、嫌いなのかー。ある？私ね、トマトジュースとか嫌いだな。あ、ゆかりも嫌だな。あとなんだろう
赤い辛いものがダメ。あー、赤い辛いものダメ。うん、だからなんだろう。うん。韓国料理とか、うんうん。韓国料理だっけ？この間行ったところ。カニとかが赤い。あー、あれ何？角煮じゃなくてなんだっけ？角煮じゃなくてなんだっけ？大根の。あ、角的とかね、食べられない。角的って辛いよね。うん、ああいうのダメ。キムチとかも食べないもんね。だってこれ韓国料理の出てきたら、うん、まあネギはダメなんだけど、うんうんうん、玉ねぎとか、頑張って食べれるのがあれだけだもん、なんだっけあれ。違う。しじみ。しじみ美味しいね、うん。でもそれも、タレはつけない。タレ辛いから。ああ、そうそう。でもさ、しじみってタレつけなくても美味しくない？うん、美味しい。美味しいよね。あれぐらいしかない。そう。何しに韓国料理屋さんに行くんだろう。そうなんだけどさ、もう行くなよって感じだよね。うん、でもほら、やっぱみんな行くって言うからさ。うん、そう。そっか。焼肉とかは大丈夫。あ、あれは大丈夫だ。あの、すき焼きみたいなやつなんだっけあれ。すき焼きみたいな。違う、その韓国料理のお店であったやつなんだったっけあの、すき焼きみたいなの。プルコギ？プルコギっていうの？プルコギ？あれはなんか大丈夫だった。あー。辛くないから。あー。わかるわかる。美味しかったね、あれね。うん、あそこでしょ、あのさ、あの、あそこ。うん、あのこ、なんだろう、家庭料理っぽい感じの。ところ。そう。うん、背骨、ね、うん、鍋って何？へー、あれ美味しかった。そうそう。うん。辛くなければね。そうなの。韓国料理も。だってさ、ラーメン一緒に食べに行くじゃん。うん。方面に。うん、行く行く。やはりさ、なんか知らないけど、全部乗せっていうのがあって、うん、全部乗せは、具が全部入ってるの、そこにあるお店の。うん、うん。ちょっとずつ、うん、うん。いっぱい乗ってて、全部乗せの方がなんか楽しいじゃん。得な気がする。得な気がするでしょ、うん、そう思って頼むのに、うん、焼きネギ嫌い、嫌い、あげる。もらう。チンゲンサイ嫌い、ゆいあげる。もらう。メンマ。メンマ嫌い、ゆいあげる。もらう。あと何あげたっけ？色。いろいろね、そういうのをもらう。いろんなものを入れて、ゆ、う、い、ん、の、あの、お皿は全然減らなくって。そう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 。私だったら食べきったことないもん、食べても食べても具がっていう。具満載になってて。っていうか、ゆかりちゃん、トッピングで、すればいいじゃん。なんで全部乗せにするんだろうって。で、角煮とか、チャーシューも入ってるんだけど、うん、それも別に食べたいわけじゃないんだよね。そう、それも別にね、食べたいわけではないの。うん、ゆかりが食べたいのはむしろ卵。卵だけだから。そうそう。卵をトッピングで頼めばっていう。2個乗せればっていう。問題なのね。でもなんか楽しいじゃん、全部乗せって。楽しい。嬉しい。得する。ねえ、得な気分じゃん、うん。得はしてないけど。私食べるからね。全部食べるから得。うん、ゆかりは得はしてないよ。してないね。でもなんか好き。あ、卵じゃあげるよ、今度から。嘘ほんと？やったーそういう問題なのかな。そう、うん。したら楽しいでしょ、もっと。なんかね、嫌いってわけじゃないんだけど、玉ねぎとか嫌いだけどね、うん、チンゲン菜とか食べられるんだけど、うん、食べたくないなら無理して食べない。っていう考えなだけ。カロリーだもんね。うん。うん、それは別に食べたくないものを食べて、うん、なんか余分なカロリーとかを取ったり、うん。嫌じゃん、なんか。それはわかる。そうなの。うん。でも、あれは嬉しいよ、私。メンマ？メンマ。メンマ。うん。メンマよくくれるじゃん。いや、じゃあメンマあげる。そう、メンマもらうの。あれ美味しいよ。うん、はーい。いっぱい食べる。うん、好き嫌いはないね、全然。なかったね。うん。でもじゃそんなにある方じゃないよね、私たちね。うん。割と食べるよね、何でも食べるよね、うん。うん。食べるよね。いや、めっちゃ近くでカメラが怖い怖い。命取られる。いつの人普通のハガキ。うん。んとね、新潟県の、うん、ハンドルネーム、チョモランマくん。お。ほちゃんゆかりん、マネージャーさん、よっかちゃん、作家のいくのべさん、うん。おはようございます。こんにちは、こんばんは。こんにちは、こんばんは。最近テレビで、10段バーガーのことをやってましたが、うん、ほちゃんゆかりん、マネージャーさん、よっかちゃん、いくのべさんは食べてくれないですかよっかちゃんは、この前のドットアイのページで載ってる人なんでしょうか、うん、結構綺麗な人ですね。それと、ここは飛ばしちゃってもいいのですが、うん、今月の19日に、うちの親父の隊、かっこ、チョモランマ遠征隊2000がチョモランマに登場しました。近いうちにニュースステーションでやるそうです。すいません、スタッフの皆さん嬉しくてついつい書いちゃいました。って。すごくない？すごい！これ今度読みたいね。うん。すごーい。みんな見よう。うん、見たい。これいつだろうね。この日にちは書いてないけど。ニュースステーション見てれば、うん。見れるかな。いや、でも水曜日だけは見ない。方が。あ！そうね、うん。水曜日はね。うん。ダメね、みちゃ。うん。うん。あ、どっちかビデオ撮ろう。うん。じゃあ。チョモランマをじゃあビデオ撮ろう。
ビデオは、だって視聴率とか入んないんでしょ？うん。ほら、だったら。ズーランバーガーって何よ？わかんない。あるの？10段重なったバーガー？え、ね、10段ハンバーグ乗ってるの？ね、10段ハンバーグってさ、嫌じゃない？嫌だね。ダブルバーガーみたいなやつでも、30段入るってバンズ。え？バンズも入るんだ、間に。どんなんだよ。上から剥がしていきたいね、なんか。ミルフィーユみたいに食べたいの。ミルフィーユって上から剥がすんじゃないの？間違いじゃないそれ。やば。10段きつい。味違えばいいけどね。照り焼き、チーズ、タツタとかなんかそういう。めっちゃ今期間に入ってよかった。上から、2段目まではチーズバーガー味。そう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 。で、その下はエビバーガー味。その下は照り焼きバーガー味みたいにしてほしいね。そう、それ普通に頼めよ。確かにそうなんだけど。それでもいいの？なんかさ、縦長いのより、丸く大きいのがいいね。あー。縦長って食べにくそうじゃん、倒れたり。倒れる。丸く大きいと、みんなで食べられない、食べられる。それいいかもね。で、そこもなんかいろいろ味が違ってて、で、中華料理の丸いテーブルにそれを乗せて、回しながら食べたい。あ、いいね。なんかさ、ピザみたくさ、ハーフ&ハーフみたいにできればいいんじゃない？そしたらそんな感じなんだ。だからここら辺は、照り焼き。でもそっちは、チーズとか。そう。それいい。うん。それ面白いね。ね。うん。これ大丈夫なんだね。窓開いてたやつね。あ、これ？写真載ってない。え、何何？限定店。読んでも平気かな？どこから？マック。マックが。限定店ではないが、バーガーキングでは、知る人と知る隠れメニューがあるらしい。うん。ハンバーガーを注文するときに、パテをダブルやトリプルで注文することができる。こんなパテ、最高30枚まで上積みすることができる。ただしこれが30、これまで30枚パテを積んだ人の情報はない。あー、そういうことか。やろうと思えばできるってことだ。あ、噂かー。あ、噂かー。このページで扱っている情報は、あくまで街で飛び交っている噂、街で見かけた噂です。真偽のほどは、あなたご自身でご確認ください。なるほど。でも得っていうかさ、楽しい気はするね。なんかさ、アイスとかでも5段とか積んでみたいじゃん。あ、やってみたいね。ちょっと夢だよね。やらないけど。やらないけどね。頼んでみたくない？これ、うん、頼んでところで本当に来たらどうする？いいじゃん。いいの、頑張って食べる。うん。あー、やってみる。でもさ、待って、でもやっぱ無理だよ。30枚も重ねる、包み紙がないと思う。あー、お持ち帰り無理だ。ねえ。なんか、組み立ててくださいってやられたら面白くない？セットになってて、すごい自分でやんなきゃいけないの、家に持って帰って。そしたら普通に食べるよね。普通にじゃあなんか5個ぐらい頼めばいいじゃんね。5個じゃ足りないけど。それ面白い。え、なに？そうなんだ。ジェスチャー。ソフトクリーム8段ならあるよ。やったこと？え、そう！あちゃん、チャレンジャー！それはさ、いきなり8段なの？それとも7段が8段でどんどんやってったの？いきなり 8？ よっかちゃん、何でもやってる！すごいね。ゲーム上手いしね。そうそう、ゲーム上手い。8段。1個ずつ、うん、あのね、青リンゴだったり、バニラだったり、うん、種類変えて？ 3 種類あって、うん、全部乗せっていうのが。あ、全部乗せばいいの？ 30センチぐらい。へぇー。もうメニューで全部乗せってあるの？そうそうそう、8段っていうのが最高で。すごい、それ食べれた。食べれる食べれる。8段で30センチだから、うん、一味でも5センチぐらいなのね。ちっちゃいソフトクリームが。いっぱい乗ってる。いっぱい乗ってるような感じ。それやってみる？溶けそうじゃない？溶けそうだね。涼しい日に。涼しい日、冬とかにやろうよ。うん、寒いね。それがいいと思う、きっと。うまく食べるにはそれだね。うん。うん、他ある？うん、じゃあもう一枚。あ、待ってました。なになに？ゆいと、ゆかりの、エロコーナー。今、人が覗いてた。そう。なんか覗いてた、うん、エロコーナーで惹かれてきたのかな。やばい、そんなにエロいくないのに。そんなにエロくない。
すごいね、それ握りしめてたもんね、そのメール。さっきからね、私読むかかどこ行ったんだろう、エロメールって思ったら、そっちにあった、ずっと。読む？読まない読まない。佐藤さんからいただきました。うん。山田校の、ホッキュン、アルファ、これなんだっけ？アルファマークなんて言うの？あ、アルファマーク。アルファエロ、ユカリン、アットマーク、かまとと。かまとと！ヨルマさん、一級のおべさん、こんにちは、こんばんは。ホッキュンへ、縛られてるのはそこがいいんですって友達が言ってます。そうですよね、一級のおべさん。はぁ、あ。はぁ、あ。僕はあんま縛り系はちょっと。一級のおべさんは縛られたい方だからね。あ、どっちかというよね。そうなんだ。うんうん。初めて知った。いいよね。あ、これ言ってたじゃん。俺縛られて。どんなシチュエーションがあったんだよ。わかんない。普通に街を歩いたら突然、うわあ縛られてー。あ、言った言った。あ、言った言った、そういうアルタ前な。アルタ前、あのアルタビデオを見ながら。見ながら。言ったね。あ、言った言った。言ってたじゃん。あ、言ってたっけ。言ってた言ってた。言ってた言ってた。丸いヤング館の中で言った。ヤング館の中でも言ったっけ、うん、両方で言ってたね。うん。ずっと言ってたじゃん。ずっと言ってた。でもに、本 CS のタイムテーブルがあります。こういうタイトルはどうですか？エロタイトルソムリエ会の田崎真也子と山田子の感想が聞けるといいです。でてね、なんか、やっぱそうなのが、なーに読むんだ。え、なんで読んでくれないのかなって思ったの。読むよ。読んじゃダメ。やばいかな。インビテーションラブ、最後の聖戦。これわかんないね。言葉だけでわかんない。ゆかり、どこがエロいのって思った。あるじゃん、これ。あのね、字が違うんだよね。あー。なんか、これ何の、なんていう説明すればいい？陰部の陰。わかんないよ、そんなんじゃ。なんて言えばいいの？陰部。陰部。みだら。みだら。あー、テンション、ラブはひらがなじゃない、カタカナ。で、最後の聖戦の聖が違う。はい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 、はい。これすげえおかしい。嘘なの？これ面白い。言っていいのかなー。嫁の告白。すごい！父さんの指使い。っていうか、噛んだからわかんない。ごめんごめん。うん。これ、エコー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 。あ、もう一回言うね。うん。うん、うん。うん。なんでいい声作ろうとしてんの？可愛く言おうと思って。嫁の告白。すごい！父さんの指使い。これね、お父さんはね、義理のお父さん。あ、好きなシチュエーションじゃん、ゆいが。はい、義理のお父さん。あ、これさ、あれでしょ、奥さん。違う違う、奥さんでしょ？奥さんと旦那さんのお父さんでしょ？ん？これ多分これだと。あ、嫁だから？そのシチュエーションは嫌いなんだ。嫁の告白、うん、それはあんま好きじゃないんだよね。でもなんかほら人妻シリーズみたいなの好きだったじゃん。あ、あれはあれ縄？縄。あ、私でも縄が好きだ。違う違う。縄好きじゃないし、嫁人妻ってあんま好きじゃない。そう。うん。うん。うん、あともう一個。うん。こう読めない。なんて言うの？助手折衷。助手折衷？言っても平気？次行きます。助手折衷イタブルかっこ、イクノベさん向き。イクノベさん向き。向き。うん。どういう意味？助手折衷。なんだろう。SM 系。イクノベさん向きだ。イクノベさん向きだ。でも、逆だ！逆だよね！殴られる方。そうだよね。逆だよ、ね。ヤング感で。ヤング感で。ヤングにいたぶられるの。そっかうん。はい。楽しいね。どれが好き？うん、よいどれが好き？せーので言おう。あー、でもどれもどれだな。うん。あんまり？うん。私、これ、これがいいな。嫁の告白？うん。すごいびっくりマークだから、なんか面白くない？すごいんだすごいんだよ。はい、もうなんかすごい、なんか今度からさ、このエロコーナーの時電気とか消したくない？あ、ピンクにしてほしい、ね。なんかピンクのライトとかをつけたくない？今度から。あー
真っ暗だ、真っ暗になったら怖い怖いメールが読めない。下は何にも読めない。はい、エロ止めです。お、このなんか壁画くんはエロ止め係になってるんだけど、すごい勢いで。もうエロ止め候補で3つあったからね、壁画くんのメールがね。嫌かな、そのポジション。でもほら、なんかこういう爽やかなメールもたまには。うん。いいのいっぱいあったね。うん。うん。鎌ヶ谷市の住まいの壁画くん。はい。今日でとうとう今年の春から通っていた歯医者さんでの治療が終わりました。この今日という日が来るまでは本当に長かった、うん、虫歯が多いですねという言葉から始まって、治療中にあ、前に見た時になかった虫歯がありますねと言われたり、本当にいろんなことがありました。そんな治療からやっと解放されて本当に嬉しいです。ゆかりんとほっちゃんは歯医者さんでのエピソードとかありますか？それでは爽やか爽やか、すごい、すごい、なんかね、爽やか青年になってる、私の頭の中で。うん、でも、壁画くんは、エッチな人かもよ。なんでわかんないけど。なんで大丈夫、今回に勝手に、エロに生まれたの壁画くん。ごめん、壁画くん。ちょっと、エロにさせてみた。でも、うん。ある、歯医者さん。歯医者さん。歯医者さん、私ね、うん、歯医者さんダメでね、怖いね。怖くてね、うん、あれやってもらったことがある。なんとかガスみたいなやつ。寝るやつ？あのね、楽しい気分にさせてくれるガスだって。へぇー、うん。なんか、で、やってもらってて、うん、これ使うのって幼稚園の子ぐらいなんですよねって言われて。うん。ちょっとびっくりした。へぇー。みんな平気なんだって。いや、怖い怖い怖い。怖いよね。だって怒りもね、もうすごい勢いで怖がってるから、うん、なんか絶対お医者さんとか大丈夫だからって言われる、なんか。大丈夫だからって。すごい一大決心してきたんだねって言われて。あのさ、手とか足とか浮いてない？浮いてない。顔倒されるじゃん、うん、普通ペトってなるんだけど。頭とかね、もうずっとこうやって上がってる。直立不動なの。怖いから。怖いから。なんかこう、うっと押されるおでこ。ぐって。でね、すごいなんかね、怖い、なんかドキドキしてて怖いじゃん。うん、極限状態にいるじゃん。いるいる。もうなんかこの世の終わりかぐらいの勢いでしょ？なんか私たちにとっては。そうそうそう、終わるか、私が終わるって感じじゃん。そう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 。だからね、うん、なんかね、歯医者さんかっこよく見える。あのさ、うん、歯医者さんってあのマスクくせものだよね。あれね、なんかわからないもん、なんか正体が。わからないの、うん。うん。で、なんか優しい目とかをされると、そう、なんかね、惚れるよね。惚れる。なんか何、ピンチの時に助けてくれる。そう、うん、なんか何、危険状態の時に男の人と女の人が一緒にいると好きになるみたいな。そうそうそういう、もうその状態、その状態。そんな感じ。でも危険状態に陥ってるのはゆかりだけとかだから、ゆかりだけ恋心を募らせて。そうそう、向こう普通の患者さんだからね。でもね、そうでもしないと、そんなところで楽しみを作らないと歯医者さん怖くていけないもん。いけない、ほんとに。でもね、喉元すぎれば、なんかわかんないけど、うん、これあんだけさ、歯医者さん去年の今頃行ったじゃん。行ってたね。なんとか先生かっこいいって言ってたじゃん。言ってた言ってた。もう先生の名前を思い出せないんだけど、今。これはどうしたことかな？何先生だっけな、千葉先生。羽田先生だ！羽田先生だって病院の名前だもん。確かに。羽田先生だ！元気かね。行ってみよっかな。何しに。わかんないけど、定期検診みたいなのある、うん、歯医者さんって。うんうんうん。さあ、そうなんかね、この間ね、話してたんだけどね、うん、虫歯にならない方法。何？虫歯になるのって、うん、なんか2歳までにね、うん、口の中に病原菌が入らなければ虫歯ってならないんだって。え、でももう遅いじゃん、今2歳じゃないよ。うん。ダメなんだって。もう無理なの？もう無理なんだって。嘘、ほんと。え、それ教えなくてもよかった。ごめんね。大丈夫、ほら、なんか、みんなに子供が生まれるかもしれないし。そうそう。壁画くんに子供が生まれるかもしれない。うん、だからなんか、チューってしちゃダメなんだって、子供に。何を？チューって。あ、なんだろう、バイキンとかが入ってるから。うん、そうらしいよ、なんか。へぇー。そろそろ次のコーナーに行きません？やべ、巻かれた。うん、50分だもんだって。嘘はい、じゃあ、うん、今週は何をするんですか？あ、これやりたかったね。なになに、あ、じゃあいいじゃん、はい。うん、何をやりますか？はい。心理クイズをやります。心理クイズをやります。いきますよ。うん、
ペンネーム、歌心さん。はい。心歌さん、ごめん。心歌さん。山田なでしこのお二人、こんにちは。先日、電車の中で面白い心理テストを見つけました。よかったらみんなでやってみてください。うん。9! あなたの部屋に一匹のハエが入ってきました。はい。あなたはそのハエをどう対処しますか？以下の4つから選んでください。うんうん。A、新聞紙やハエ叩きで叩く。うん。B、殺虫剤で殺す、うん、C、自然に出ていくように背ける、うん、D、放っておく。どうなりましたか？答えはまた来週。なんじゃそりゃ。これ C、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 うん、追い出す追い出す、なんか一生懸命窓の方とかにこう風とかを送って、あ、怖いもんだって。そうだよね、怖いよね。だってさ、殺虫剤とかかけて落ちてきたら嫌じゃん。そう、落ちてきたのどうしていいかわからないよね。私は D だな。D ってなんだっけ？放っておく。同じ理由で D。怖いからね。うん。だってさ、出てってくれないじゃん。でもさ、いると、気になってくれなくてしょうがないじゃん。うん。だから一生懸命出そうとするんだけどさ、うん、出た方が、彼にとっても得なはずなのに。そうだよ、うちにだって何の得なんだろう。何の得もないのに、出てってくれないんだよね。そう、だからしまいには放っておく。じゃあ、意見、来週ちゃんと、また教えてね。来週、うまいね、この子。そうだよ、来週も採用されるよ。そうだ。そうだ。まんまと手に。罠だ。罠だ。でも気になるので、ぜひ、ください。はーい。うん。ほいじゃあ、うん、あのさ、できたかなコーナーさ、キツネの名前募集したじゃん。したしたした。マーク。うん。来てるよ。来てまーす。はい、じゃあ読んでみていいですか？どうぞ。ペンネーム、熱血浪人生、おはくん。うん。キー。あ、終わり？キー。キー。うん。うん。どこが気に入りましたか？それね。キー。っていうのが。違う違う違う。ほら、ポーズ取った時に、チーズみたいになるといいねって言ってたじゃん。うんうんうん、で、キーだと、にって口にって終わるでしょ？うん。うん。こっちもね、待って。ちゃんとにってなるように考えてくれてます。東久留米市のともなりくん。ともなりくん。あのね、うん。ローズマリー。はい、ローズマリー。かわいい。他にもね、ジェニー、スティファニーってあるんだけど、うん、ローズマリーがいいな。ローズマリーかわいい。私も思った。うん、でしょ？うん。他はある？ローズマリーいいね。ハンドルネーム、須藤さん。うん。ポンタ。理由、キツネとタヌキはワンセットな気がするから。どう？うん。タヌキの名前じゃん、ポンタ。ポンタ。うん。ポンタって口めっちゃガーって開いてるよ。パッ、あっ、口になってる。そっか。かわいいね、ポンタ。あのね、うん、ゆかりもうこれに決めた方がいいと思うんだ。ほう、なぜならね、二、うん、人が同じことを書いてきてくれてるから。おー。あのね、岡山県のペンネームサーナさん、うん、サーナくんと、あとね、横浜市のカシンさんなんだけど、うんうん、あのね、山名子。山名子ってうちらの、子は、キツネ。あー、うまい。山名子。早速口変わった。そうそう。だって遅いんだもん、押すのが。どうよ。山名子いいね。ローズマリーか、山名子。うん。ローズマリー、通称、山名子。どっちか。どっちがいい？はい。山名子。ちょっと半端なのはい、ローズマリー。ローズマリーかなぁ。どっちがいいかなぁ。決められない、どっちも好き。じゃあ気分で変えようか。そうだね。わかった。これは山名子っていうキツネなんだけど、うん、ポーズの掛け声はローズマリー。そうしよう。そうしよう、決まった。うん、できたー。できたー。次、うん、曲を今作ってるんですよ。そう。あのね、この間の曲とはまた違うもう一つの曲が。はい、ちょっと待って、ね。実はできてきたんですね。あ、また壁画くんだ。うん。熊谷市の壁画くん。うん。黄色い飛行船のデモテープですけど、聴いた感じがとっても良い感じの曲ですね。お、番組内でゆかりんとほっちゃんの二人の声が入って完成されたのを早く聞きたいなと心待ちにしています。
だって。うん、そうそう。先週、黄色い気候線を書く。紙だ、私たち。うん、そう。うん。でね、今日は、そうそう。あのね、ドキドキ。ドキドキ。あのね、まあ、CD にはならないんだけど、なるとしたら1曲目みたいな感じの曲。うん、そうそうそう。D.O.K.I. D.O.K.I. そうそう。うん。ドキドキ。聞いてみましょう。はい。できないかな。それかね、ドットアイの枠の中で、うん、ゆかりの中で、あのドキドキとか黄色い飛行船を歌うユニットは勝手にゆかりの中で桃色2になってるのね。ヤマトナデシコって使っちゃうとほらなんかいろいろ買っちゃったりするかもしれないじゃん、ね、大人が。そうだね、そうだね。ね、うん、だから、桃色2のヤマトナデシコ宣言を、うん。あ、いいね。桃色2の出すはいらないんだ。出すはいらない。あの歩み寄っていこうっていう、うん。桃色2のヤマトナデシコ宣言。やりたいけど。やりたいね。その無理？無理かな？どうすればできる？どうすればできるかをじゃあ。そう、だから、どうやって、大人の輪の中に入っていけばいいのか。どうしたらいいのかを、皆さんに教えてほしい。みんな考えて。うん。いろんな知恵を振り絞って。どうしよう。続く、続くっていうかだから、あの、新番組ドットアイの枠は終わっちゃうかもしれないけど、うん、そうそう、新番組みたいな感じできないかなっていうのを、ちょっと思い中。そうだね、みんなで考えよう。うん、そうそう。うん。というわけで、それは重大発表なのかな続けたいっていう意思があることが重大発表だよ。うん、あと、13回で終わるってことが重大発表だね。そう、それから言ってるけどね。うん。そう、だってもう半分以上経ってるよ。今8回目だもん。早いね、月日の流れは。うん、そうなのよ。だから、よろしくお願いいたします。です。
ヤマトナデシコ宣言そろそろおしまいです。番組では皆さんからのおはがきとメールをお待ちしています。おはがきは郵便番号 160-8002番、文化放送 .y ヤマトナデシコ That's ヤマトナデシコ宣言の係までです。うん、メールは ei@joqr.net です。おはがきとメールを読まれた方全員にヤマトナデシコ特製絵はがきを差し上げます。先週さ、うん、メールが150って言ったじゃん。言った言った。今週は200来てた。だってこんなだったもん。こんな大変だもんね。うん、多かった多かった。200。うん。あ、これでもこの数とかには関係ないんだよね、きっと。この数をなんか偉い人に見せてもダメなんだよね。そうやってる。やってんの？おお、地道な活動。地道に。じゃあもうみんなのメールの。ね、うん、おかげだね。おかげって意味わかんないけど、いや、それは本当に本当に、もしかしたらつながるかも、何かいいことにね。そうだね、うん、本当毎回面白いものをいっぱい書いてくれて、そうそうそう、ありがたいことです。うん、今週の感想、あ、ねえねえねえ、これわかるかな、こっちこっちは結構、イカリが食べてるものはヒント出したんだけど、でもね、結構言ってたよ、中身とか。あー、まあね、チャーハンに入れるとか、まあね、味が薄いとかね。あー、ごめんなさい、こぼすこぼす。大丈夫か、ケチャップとか言ってるもんね。ケチャップ、うん、ケチャップで名前書いたりするよね。うん、うちはね、ゆかりとか書くよ。うん、うん、大丈夫かな、わかるかな、わかるかな。うん、うん、頑張って、まあ、こういう週があってもいいかなってクイズだからね。うん、うん、それでは来週もヤマトナデシコを脱出、ヤマトナデシコ宣言にラブラブモーダー。9回の裏、西満塁。迎えたバッターは隅高の4番スニッター。気温は32度。ジリジリと照りつける太陽はユイの体力を削ぎ落としていく。そんなユイでもスタンドから見つめるユカリ、ユイの肩はすでに限界を迎えている。走馬灯のように頭をめぐる3年間。ボクシング部で初めての練習試合、ユカリを甲子園に連れていくという約束。そして最愛の弟カズヤとの悲しい別れ。その全てをかけ、ユイは最後のボールを投げる。君が通り過ぎた後に何が残るのだろうか。次回、ヤマトナデシコ、脱ヤマトナデシコ宣言第9話、恋人のメールから I love you に、3分の1の純情が